そっちの脇温泉花遊びに来ました。はい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 、そこのあなた、どうもボンジョー。はい、あなたは何者かしませんけど、私は、はい、と花遊びのバラの妖精、バラ男爵です。どうぞよろしく。あなたのお名前は何ですか？私の名前はトマト系から来たトマトマンです。トマトマン、はい、いいですね。じゃあそんなトマトマン、君に今日はですね、我が家を案内したいと思いますけど、一緒に行きますか？この我が家のことは私にお任せ。行くかい？よし、じゃあトマトマン、私についてください。レッツゴー、行くぞ。まずバラ園に、はいはい、あなたどこ行くの？こっち、私、私見えますか？このバラをついてきてください。トマはいはいはい、あなたダメですよ、私より先に行っては。大丈夫ですか？はい、これはね、勝手に開かないのですよ。私がある魔法をかけるとこの扉は開くなってます。あなたも一緒に寝ててください。いいですか？開けごまって言うと開きます。行きましょう、ご唱和ください。皆さんもせーの、開けごま。はい、開きます。はい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 、どうぞ今のうちに、はい、速やかに入ってください、閉まる前に。はい、封印です。はい、今からこの当園の説明しますね、バラ園のね。はい、今あなたいるのはここですよ、たまたまいいですか？ここからなんと世界各国をつづるある皆さん旅していくわけですね。温室とかこれ綺麗ですよ。そしてね、野外、こちらがまた見物になってますけど、400種6000株のバラたちが今からあなたをお迎えするわけです。さあ、そんなバラたちを一緒に見に行きたいと思います。はい、まずここでポイントです。はい、じゃあトマトマン、はい、ストップ。はい、ここ見ますか？境界線です、ボーダーですよ。さてトマトマンに質問、ここは一体どの国でしょうか？はい、どの国でしょうか？はい、ピンポン、正解。さすがトマトマン、5ポイント。あー、よくわかりましたね。はい、じゃあ実際にフランスへ入国していただきます。どうぞ我が国へ。はい、ボンジョー、おめでとうトマトマン、よく来たね、フランスへ。はい、トマトマン、じゃあフランスですね、特徴わかりますか？説明します。実はフランス式ガーデンの特徴は左右対称、わかりますか？うん、そうなのね、すべて左右、鏡を置いても左右対称になってる、これ一つ目ポイントね。もう一つありましてね、二つ目、はい、すべてがバラで写されてます。バラ園です、まさにね、バラの園、これがフランスの特徴なわけですね。はい、トマトマン、さあ行ってみましょう、フランスへようこそ。楽しいぞフランスは。はい、ではそれではトマトマン、はい、こちら注目、じゃん、このバラ見たことありますか？ないでしょ。実はこれデルバールという会社なんですけどね、見てください、綺麗な、これはペインテッドローズというんですね。まさにペインキをどうですか、ひっくり返したような、そんな形の花びら。実はよく見ると一株一株全部顔が違うのね。はい、わかりますか？これ面白いところなんですね。これ結構貴重ですよ、日本ではなかなか見れない、それはこの話で見れます。はい、こちらデルバール、じゃあ続いてあちらを紹介しましょう。じゃあこちらはですね、はい、またですね、トマトマン、違う会社、メイアンシャというフランスの会社なんです。いかがですか？会社によって顔が違うでしょ。はい、ということでバラを見るポイント、コツはですね、その国もそうですけどね、作る会社、人によって全く個性が変わってくる。はい、人と一緒なわけで奥深いわけですね。そういうのを皆さん楽しみましょう。はい、トマトマン、バラにはいろんなね顔があると分かってるんですけど、楽しみ、いきなりその2位、はい、こちらじゃん、見たことありませんか、この方も、分かりますか？お、トマトセレブ有名、マリリン・モンローさんですね。実はですね、彼女だけではなくて世界的に有名な方々の名前がバラにはちゃんとついてるわけですね。これも一つ楽しむポイントその2です。はい、そしてそれだけじゃないの、名前を見ながらバラを楽しむ、いきなりその3、はい、何かというと、実はバラは見て楽しむだけじゃなくて香り、匂いがするんです。ちょっと匂ってみませんか、バラ男子のマリリン・モンローさん、なかなか近づけませんよ、こんな有名人。どうですか、あなた匂えるんですか、その格好で。いい匂い、いい匂い、はい、正解。実はポイント、バラにはさまざまな、ね、タイプの香りがありますね。皆さんもぜひバラを見るだけじゃなくて香りも楽しんでください、これもコツなんですね。イエイ、はい、どうですか、野外はまたね、朝の爽やかな風を感じながら見ることができるわけですね。はい、春と秋では全く表情が違うということで、このバラ園にもですね、一度ならず二度三度と来ていただくと、またまた楽しめるわけでございます。どうですか、バラが少しはみんな興味持ってもらった方かな。
はい、そんなバラはもちろんなんですけど、実はこの話バラだけじゃございませんでね。のトマトマン、ここではレストランノーソンランチバイキング、これも大人気、おすすめですよ。さらにさらに最近リニューアルしたお土産コーナーでなんとカフェができました。ここでまったり朝のねゆっくりした時間を感じてください。はい、ぜひまたこのバラ園で私にお会いしてもらいたいと思います。じゃあトマトマン、私はそろそろこれ帰りますけど、ゆっくり楽しんでくださいね。はい、さらばじゃあまたね、トマトマン。なんだったんだあいつは一体。まあまあ、うん、よかった。はあ、いやー皆さん、今回私出番が少なかったので、まあでもトマト星からやってきた価値あって、やはりうちの巻も面白いとこであった。さあ次は私もですね、また違う町に行きたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。